こんにちは、グリーンロケット郡司です。このチャンネルではこれからお庭作りを始める方にとって役に立つ情報をお届けしております。なのでこれからお庭作りしようかなという方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。さあ今回は割り栗石についてやりたいと思います。この割り栗石聞いたことありますでしょうか。私も今まさに、グリーンロケットにタダでお庭作らせてくださいプロジェクト、略してタダ庭プロジェクトのためにですねお庭作りの勉強をしてるんですけども、いろいろ考えた結果石って超使えるっぽい。その中でも特にこの割栗石ですね、もしかして庭作りで石に興味を持った方はこの名前を聞いたいとか見たことある方もいらっしゃると思います。以前このチャンネルでも石についてやったことありますけども、今回はそこからさらに一歩踏み込んでこの皆さんのお庭が必ず素敵になる割栗石についてねご紹介していきたいと思います。はい、ということで早速いきましょう。はい、では今回もカメラマン、小池さんにお願いしております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回はですね、割栗石についてやろうと思います。まずこの割栗石なんですけども、どういうものかというと、はい、こういう感じのものですね。ちょっと小池さん持ってみますか。はい、はい、おーすごい。あ、でもすごくなんかいい感じです、はい、この割栗石どういったものかというと、岩石ですね、山とかにある大きな岩を人工的に割ったもので、岩石よりも小さくて、砂利や砕石よりも大きいものを割栗石というふうに呼びます。なので、一概に割栗石といってもいろんなサイズあるわけなんですけども、今回は、お庭でね非常に使いやすいこの拳大のやつですね。このぐらいのサイズの、まあ10センチから20センチぐらいの拳大のものをですね、ご紹介していきます。はい、ではこの割栗石ですね、拳大の割栗石が非常に、お庭で使いやすいということなんですけども、その理由ですね、まず小池さんさっき持ってもらったで、はい、まあ、ずっしりと重いような感じはあったと思うんですけど、そうですね、はい、でも持てないことはないですよね。そうですね、すごい女性でも扱いやすい重さだなと思いました。はい、ということで、石もやっぱり大きさありますけども、このように、持ってね、施工しやすいというのも一つの特徴だと思います。あとはですね、植物だけを、敷き詰めるよりも石と組み合わせることで、メリハリがついて、でナチュラルな、ね、景観にしやすいということですね。そして次にこの石、敷き詰めてしまえば、シンプルなイメージで仕上がるというのと、あとは防草シートと組み合わせれば、雑草防除もね雑草対策もできるかと思います。あとはそんなに植物植えたくないなという時にも、この石で間を埋めることができるので、だいぶね使いやすいかなと思います。であとはもう単純に石ってもう今風のお庭のイメージしますよね。そうですね、はい、はい、今風のイメージが作りやすいかなということで、特に深く考えなくても、使うだけでねお庭を仕上げてくれるというのがこの割栗石のいいところなんですね。はい、ということで、この割栗石いろいろとね使いやすそうというのは、分かったかと思いますけども、はい、実はこの割栗石かなり種類があります。なのでこの割栗石実際に使ってみようと思っても、どれを選んだらいいかね迷ってしまいますよね。例えば黒石とか茶色い石とか、あとは国産とか海外産とか、地域によって本当に様々な色や、形の石があります。前にあの別の動画で、Amazon でいろいろと石を買ってみましたけども、はい、その時も結構いろんな種類あったんですよねなのでその時は本当にどれ選んだらいいか分からなくて、でとりあえずねいろいろ買ってみようということで、買ってみましたけども、今回は、その辺をねちょっとクリアにするために、石のプロのところに行きまして、はい、実際に今どういった石がよく使われているのかっていうのをね聞いてきましたので、これからちょっとご紹介したいと思います。はい、それがこの5種類ですね。おー、では一つずつ紹介していきます。まずこちらの青っぽい石ですね、これ黒割り石と呼ばれていて、今青っぽく見えますけども、はい、濡れると黒っぽくなるような、あ、水に濡れると黒くなるような石ですね、はい、これは国産の石になります。そして
はい、お次はこちらですね。これチャートっていう風に呼んでるんですけども、はい、一見まあこの茶色っぽいような色してますけども、場所によっては青だったりとか、まあ、まだらというか2色に見えるような非常に面白い色味の石ですね。はい、これは、岐阜産の石です。お次がこれですね。これは琉球石灰岩といって、まあ、白い石ですね、はい、まあ、白っぽいというか薄いベージュ色の石ですね。そして次がこちらですね。これは、火山岩の黒です。まあ、よく見るとね、なんか火山が火山っていう感じが感じがなんか溶けて固まったみたいな、はい、はいね、そういう印象があります、はい、火山岩、はい、そして同じ火山岩でも茶色のものもあります。まあ、赤ですね、赤茶色、はいはい、そういったものもあります。この辺が最近よく使われている石だそうです。はい、はい、そして、この新しく追加したところですね、こちらが前回アマゾンで購入したものなんですけども、よく見るとなんとなく同じような色のものでも雰囲気違いますよね。模様が違うというか、まあ、この辺なんかもちょっと錆びた色のしてるような感じで、はい、ヴィンテージみたいで、そうですね、この辺似てそうでやっぱ似てないですよね、はい、あとはこういうピンクのものとか、あとこういうベージュのものもあります。はい、ちなみに小池さんどの石が好みですか？そうですね、一番やっぱりそのヴィンテージの、あ、ヴィンテージがいいですか？はい、やっぱりこうそのヴィンテージの感じからのやっぱり淡い色の方が最初使いやすいのかなって、その、はい、そういう印象で、はい、はい、馴染みが良さそうというか、馴染みが良さそうな、はい、はい、なるほど。やっぱりこれだけ、種類、ありますけども、石の選び方としては本当に作りたいお庭のイメージに合わせて選んでもらうというのがね、一番いいと思います。で、あとはですね、実は産地によって値段がねかなり変わってきてしまうものもありまして、例えばこのピンクですね、はい、このピンクとこのベージュは、中国産らしいんですね。あ、なので例えばその円高とか円安とかの影響で値段が変動しやすいというのと、あとこちらの火山岩ですね、はいはい、これ海外産なんですけども、この辺もやっぱりそういった為替の影響を受けて値段がね変動しやすいということもあるそうです。でちなみにこの火山岩は去年と比べてもう倍近くね、はい、値段が上がってるそうなので、はい、倍はすごいですね。すごいですよね、はい、まあ、それぐらいですね、まあ、この辺の海外産のものについては価格が変動することがあるということだそうです。あとは購入する場所ですね。例えばホームセンターさんなどでも、すべての産地のすべての石を取り揃えることはできないので、まあ、買いに行ったところで、買える石買えない石があるということもね覚えておいていただければと思います。はい、はい、ということでですね、自分のお庭のね作りたい雰囲気のお庭に合わせて石を選びましょうということなんですけども、でも実際に、石の雰囲気とかってどういうのが出来上がるかわからないですよね、はい、どういう石を選んだらどういう雰囲気になるのかっていうのは具体的にわからないと思うので、はい、見てください。これは買いました。これ石ですか？全部、はい、全部石ですね。さっきの5種類の石を合計4トン買っております。4トン、はい、ちょっとね見ていきましょう。はい、はい、これがさっきの黒割り石ですね、はい、あ、最初に紹介していただいたやつですね、はいはい、こういうやつ、まあ、大小様々なんですけど、はい、はい、これね、でこれが琉球石灰岩ですね。あ、中には結構大きいのあるな、はい、大きいのありますね。でも丸っこくて可愛いですよね。はい、こういう感じで、これがチャートですね。チャート、これ、あ、あれですね、さっき茶色い部分と面によってこう色合いが違うやつですかね、はい、そうですね。でこの辺ちょっと雨で濡れてるんですけど見えますか？ちょっと色雰囲気違いますよね。この辺が濡れた感じですね。はい、はいはい、そしてこれが、火山岩の赤ですね。はい、これね、これか、大きいな、大きいのもあります。はい、こういう感じ、すごい、はい、でこれが、火山岩の黒です、はい、ちなみにこの火山岩は2つは1トンないんですけど、はい、値段は国産の倍以上します。倍半分で倍なんで、もう何倍みたいな。なるほどなるほどなるほど、
はい、ということで、このようにね用意した石を、これから実際にお庭でね使ってみたいと思います。はい、果たしてどんな雰囲気になるのかそれで見ていただければと思いますので、それでは行ってきます。お願いします。はい、ではここからは、一人でお伝えしていこうと思いますが、ここ前回、お庭作らせていただいたところですよね。でここをですね、石を、組み替えてみて、それぞれの石で出来上がる雰囲気をご覧いただきたいと思います。もう完全にここのお庭はですね実験台として使わせていただいております。はい、ではチャートの石を使った雰囲気はもうすでに出来上がってますので、もう一度ね、見ていきましょう。はい、こちらがチャートの石ですね。茶色とか時には青みがかったような色のものもあります。こういった感じですね。はい、このような感じで、下に摩擦紙を引いて、白っぽくしてますので、馴染みはねいいかなというような感じですね。多分オールマイティな形で使えるのがこのチャートじゃないかなというふうに思います。このアガベゾーンなんかも、自然ですよね。はい、こういった雰囲気になるのが、チャートですね。ではこれを別の石に変えたらどのような雰囲気になるのかやってみましょう。ちなみに遠目で見るとこのような雰囲気で、ここからね別の石に取り替えてみて雰囲気の違いを見ていきたいと思います。クロワリン石、よいしょ。はい、それでは黒割り石、配置が終わりました。このような雰囲気になっております。ちょっとね見ていきましょう。はい、タニカとかソテツ周りはこういう感じですね。ソテツとの組み合わせこのような感じです。でやっぱり石の色味が青いので少し、雰囲気に硬さが出るというのはあると思います。いい意味で、まあ、固く引き締まるような感じですね。そして山鳥物ゾーンですね、こういう雰囲気になってます。そしてアガベという感じですね。はい、この辺はちょっと遊び心なんですけども、やっていて思ったのは、例えばその起伏とかですね、石の高さとかはできればこう波のようにつながるようにやるとまとまりいいかなというふうに思いました。であとは今回、大きなものですね、要所にまずは大きな石を設置してから間に、中くらいのものと小さい石を置くというようなやり方でやっております。はい、やっぱり角に大きい石があるとちょっとまとまるような感じがしますね。はい、全体の雰囲気はこのような感じですね。では引き続きやってみましょう。でかい琉球石灰が大きいの多いね。はい、それでは琉球石灰岩ですね、設置終わりました。このような雰囲気になってます。ちょっとね見ていきましょう。はい、この辺がソテツとか、オタフクナンテンとの組み合わせですね。で、このようにいい雰囲気にまとまってるかなと思います。この琉球石灰岩が、このようにですねちょっと、真っ白ではないんですね。中に茶色っぽいような色も混ざってますので、割とですね浮かないというか馴染みがいいなというふうに思いました。はい、西洋岩南天ともいい感じでバランス取れてると思います。
で下にこのマサドを敷いているので、余計色のバランスはいいですよね。統一感が現れているような感じですね。でこの辺は白石と雑木の庭の組み合わせで参考にしていただけるかと思います。はい、こういう感じで仕上がっております。はい、全体の雰囲気はこういう感じですね。今回この琉球石灰岩、大きい石が多かったので、重くて小さい石あんまり持ってこれなかったんですけども、やっぱ大きい石だけよりは大小様々あった方が自然な感じにはなりますね。はい、雰囲気で確認していただくのはね、このような感じでもいいかと思います。はい、ということでこちらが琉球石灰岩の雰囲気ですね。はい、それでは、火山岩の赤ですね、設置し終わりました。こういうような感じです。この辺もですね、ちょっと小さい、石が少なくてざっくりと置いたイメージになりますけども、はい、こういう雰囲気ですね。まあ、やっぱりソテツとこういった火山岩のようなものは相性いいですね。で、フィリトベラ、そして西洋岩南天、あとはこのジャノメマツと石の相性もどうでしょうか。このような感じになってますね。はい、そして、青玉山鳥物ゾーンですね。はい、こういう雰囲気になってます。まあ、火山岩ということで、海外産の石なんですけども、こういった雑木のお庭でも、まあ、雰囲気としてはそんなに違和感はないかなと思います。そしてアガベゾーンですね。はい、このような角度で見ると石もゴツゴツと一つずつ面白い形していて、非常に見応えあるかなと思います。はい、全体の仕上がりの感じはこういった雰囲気になってます。それではね、最後、火山岩の黒やってみましょう。さあ、いくよ。よいしょ。はい、それでは火山岩の黒ですね、設置終わりました。このような感じになっております。火山岩の黒の石がですね、同じ大きさのものが結構多くて、大きいものが少なかったんですね。なのでかなり数を使っているのと、まあ、同じサイズのもので並べると、まあ、どういう雰囲気になるかも合わせて見てもらえればと思います。はい、雰囲気はこういう感じですね。ソテツとの相性、そしてフィリトベラとかこの辺ジャノメマツのあたりですね、このような雰囲気になってます。そして、雑木ゾーンですね、雑木の雰囲気、合わせた雰囲気はこのような感じです。黒なのでだいぶ引き締まって見えるかなというような感じはします。アガベゾーンですね。はい、はい、ということで全体的な雰囲気はこのような感じになっています。ちょっと影が差し込んできてしまったので雰囲気分かりづらいかもしれないんですけども、まあ、全体的には石が黒いので、引き締まって見えるというのはあると思います。はい、ではね、それぞれ使ってみて自分なりに感じたことをねお伝えしたいと思うんですけども、まず今回土マサドを敷いているので、下が白いじゃないですか。なので同系色の石を配置した時に統一感が出しやすかったなというのは感じました。例えば最初のチャートですよね、非常に色の近いチャートとか、あとは琉球石灰岩、この辺は非常にあの土の色と、あとは外壁の色ですねも含めて、統一感非常にあったかなと思います。でそこから火山岩の赤ですね、このぐらいまではねだいぶあの同じ茶色い系統ということで色の馴染みも良かったかなと思いますけども、そこから黒割石、そしてこの火山岩の黒とかは
ちょっと石が浮くような感じですよね。まあ、近づいて見ていてもやっぱり白の上に黒なので石浮くかなという感じがします。そういうのも含めまして、例えばこれが地面が茶色だったらまた違ってくると思うんですよね。ダーク系とか黒割り石の方が馴染みが良くて、あとは火山岩の赤とかもそうですね。逆に白っぽい石は浮いて見えるような感じになるのかなと思います。ということでその辺も踏まえまして、例えば土の色をどうしたいのかとか、あとは、外光とか外壁の色ですねが何色なのかにもよって選ぶ石っていうのは変わってくるのかなというふうに思いました。はい、そして今回はちょっと簡素化してやってますけども、石はですね、ただ置くというよりも土に埋めた方が自然な感じが出ますので、ぜひやるときはそのようにやっていただきたいと思います。さあいかがだったでしょうか。今回はお庭で使える石の種類と選び方、お伝えしました。この石があるだけでお庭の表情っていうのはガラッと変わると思います。個人的には石と木を組み合わせたあの雰囲気がとても好きで、山鳥物の山で見た景色をね思い出します。ぜひ参考にしていただきたいと思います。そしてこの動画の最後に、おまけありますので、ぜひね、最後までお付き合いいただければというふうに思います。はい、ということで、グリーンロケットの植木チャンネルでは、このように皆さんのお庭が素敵になるにコミットした動画をこれからもお届けしていきます。世間一般的に分かりづらいと言われる植木について詳しくね、ご説明しております。なので、ぜひまだチャンネル登録、お済みでないという方いらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。年内に10万人目標で、やっております。何卒ね応援していただければというふうに思います。そして今回も役に立ったよと思ってくださった方はこのグッドボタンもよろしくお願いします。あとはコメント、ご意見などありましたらねぜひお寄せください。そしてなんとですね、今、グリーンロケットにタダでお庭作らせてくださいプロジェクト、やっております。グリーンロケットがタダでお庭作らさせていただいておりますので、ぜひ気になる方は概要欄を覗いてみてください。ぜひね、ご応募お待ちしております。1月末までですね。そして年間2000本以上の植木を1本ずつ撮影して販売している、植木の販売サイトグリーンロケット、こちらも今現在非常に多い、植木載っております。ぜひ興味のある方は覗いてみていただければというふうに思います。はい、ということで、この後のねおまけもお楽しみいただければと思います。それでは皆さんのお庭が素敵になりますように。ではまた。はい、ということで小池さん、はい、なぜねこれだけ石を集めたか分かりますでしょうか。もしかして、はい、あれですね、ただ庭プロジェクトですね。はい、ただ庭プロジェクトでこの石使っていこうと思ってます。本気です。ということでグリーンロケットのただ庭プロジェクト、ぜひねご参加ください。皆さんお待ちしております。そしてさらに、こちらの石ですね、ご購入ご希望の方いらっしゃいましたらグリーンロケットでも、販売していく予定です。ただ初めはやっぱり、直接引き取りに来れる方のみでやるとは思うんですけども、ご希望の方いらっしゃいましたらぜひお越しいただければというふうに思います。はい、詳細まだ決まってませんので詳しくは概要欄で。ではまた。